social consciousness.com website writes as follows. Our history is not what we think. Over the past few thousand years, we have warped our own history. Our versions of the past has been mistranslated, changed, Altered and skewed to fit our understanding of reality and completely left our many things that we cannot explain. Today we are going to look at an alternate version of our history, a version that was recorded across many ancient tablets and artifacts throughout time, which have only recently been uncovered. 社会意識カムウェブサイトは次のように書いていてます私たちの歴史は私たちが思っているようなものではないとつまり私たちの歴史は過去数千年もの間ねじ曲げられてきたと人間の歴史は現実に合わせるため 誤訳され変えられ手が加えられねじ曲げられてきたそしてその結果説明できないものをそのままにしてきた私たちは今こそもう一方の側にある歴史に目を向けるべきではないのかこの30395では画家たちの残した謎について考えてま Mimas, Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Hello, this is h i r o s h i h a y a s h i h a m a m a s i j a p a n r e m b r a n d t had a 2D camera.Less than 1% possibility.Rembrandt は 2D カメラを持っていた。1%以下の可能性。1%でもミスや間違いがあると全てを否定する人がいます。そして1%でも人間が作った可能性があることを理由にですね、人間が作ったものだ、書いたものだと主張する人もいます。 しかし大切なことは、1%でもその中に謎や疑問が生まれたら、残りの99%に目を向けることではないでしょうか。ここにレンブラントの描いた肖像画があります。が、これらの肖像画を見比べてみますと、何かおかしいですね。何かおかしい。特に、例えば、といいますか、に着目しています。それぞれが共通点を持っています。 もちろん絵ですから、後で手を加えたりすることはできるでしょう。しかし、まあ今風に言えばですね、元のデータベースは同じ。もっと言えば、データの使い回しをしているということですね。まあヒゲにしてもですね、元のデータベースに、まあやや別のヒゲを加えて違ったものに仕上げるとか、あるいはシャープにしたり、ぼかしたりすることによって違った絵に仕上げるとか、そういった技法をレンブラントは あちこちで使っています。まあ皆さん自身で判断してくださればいいですけども、1%の部分で私は何かおかしいと思います。疑問に思います。皆さんはどうでしょうか。ということで、まあレンブラントの一枚の絵をここに紹介します。これはレンブラントの描いた手です。 聖地すぎるほど聖地ですね。あの、線画で聖地に描くのは現代でもありますけども、このように色をつけた絵で聖地に描くというのは非常に珍しいんですよ。まあ、青いその静脈まで表現してあるの分かりますかここまでやるかというような絵なんですね。で、これを見て絵だと思う,思う人もいれば、これは写真じゃないかと思う人もいるわけですね。 まあ皆さんの判断、あとは皆さんの判断ですけども、この絵を精査してみますと、大変面白いことがわかります。まあ、これから精査していますが、指を精査してみます。で、もう一つの指を見ていただきますが、この指、 ですね。指とか手ですね。そしてですね。まあ、中心線を引き、絵を描いてみますとですね。中心部分は、いわゆるまあ、今風にやっぱ焦点が合ってるわけです。しかし、ほんの少し外縁部にずれていきますと、急速にてもさ、ボケていくわけですね。いわゆるピンボケです。これ中心部ですね。そしてややずれ、あの、ずれますと、ややボケてくる。さらに、ずれますと、 ぼんやりしていきますね、まあ。レンブラントの絵はこのような特徴をみんな備えているわけですけども、逆に言いますと、いわゆるカメラを使っていたという疑惑も浮かんでくるわけです。いわゆる、まあ、中心部から外れれば外れるほど、ピンボケになっていくということです。右と左を比べてみてください。右は中心部です。左は外縁部ですね。これだけ違います。 実際の人間の手を近接で、えー、写真を撮り、そしてそれと比べています。焦点が合っているところは綺麗に写ります。しかし外縁部はボケてきますね。見比べてみてください。そして並べてみると、中心部はピントが合い、外縁部はピントがずれてきます。先ほどのレンブラントの絵と比べてみてください。中心部は 綺麗に描かれています。しかし外縁部に行きますとピンボケになっていますね。このことから私はレンブラントはダヴィンチ、ミケランジェロと並んで私たちが神と呼ぶエイリアンの助けを借りていたと私は考えます。今の段階、今の段階ではまず、まだ疑惑ということになりますけどもこうした、まあ、分析を続ければその向こうにレンブラントの 謎が見えてくると思います。レムブラントの絵です。中心部はピントが合ってますけども、外縁部見てください。ピントがずれてますね。中心部はピントが合ってますけども、外縁部がピントがずれてますね。中心部はピントが合ってますけども、外縁部になりますとピ、ピンボケになってますね。今でこそカメラという概念がありますから、こうしたことを理解できますけども、 なぜレンブラントがこんな技法をしていたかということも疑問なんですね。中心部はピント上がってますけども、外部はピントがずれています。というようなことで、レンブラント疑惑は深まってきました。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about mystery of Rembrandt van Rijn in suspicion. I have proven in the past that his paintings were created on 2D photographic technology with the help of aliens or ETs, and here is another evidence which reinforces my theory. オーシェンジュさん 's メール l 私 a v e me the h i n レンブラントの絵は 2D 写真技術を使って作られているという証明をしてきましたが、新たに別の証拠が見つかりましたので報告します。オーシェンジュさんからのメールが大きなヒントとなりました。で、これはレンブラントの自画像です。いつものようにその絵を拡大してみます。縦1 0 2ンチ、横8 0ンチの自画像です。 その長さを基準にし、目の中の瞳の大きさを計算してみると、1 2 5トルということが分かりました。1ンチよりやや大きいという程度ですね。で、例によって例のごとく、写真のように精緻な絵であることが分かりました。で、実際の写真と比較してみます。結果はここで皆さんにご覧いただきますが、まぶたの周辺部の毛穴まで正確に描かれているのが分かります。 写真の方をややぼかし、セピアカラーに色を落としていますと、この両者は区別がつきません。さらに、顔の他の部分についても比較していましたが、やはり区別がつきません。が、こうした精査は今までに何度もしてきました。また、この程度のことで、レンブラントの絵画が写真技術を使って作られたものだというつもりはありません。 で、今皆さんにその精査している、えー、絵をですね、見ていただいてますけども、この瞳の大きさが1.25センチですね。まあ1センチ2ミリということになります。その中に、まあ、このように精緻な絵が描,き描いてあるということですね。で、右の方がこれ実際の写真、ランダムに選んでいましたけども、えー、その、まあ、写真をですね、こうして並べて、えー、右の方は写真ですよ。比較してみました。 で、こうしてみますと、毛穴まで正確に書いてあるのがわかります。えー、マスケも正確に書いてあります。そしてこの色もですね、まあ、正確だということですね。で、ただ少しね、レンブラントの方はですね、えー、赤い、まあ、色でですね、少し補正してあるようにも見えますね。目の縁に赤い筋が見えます。それがあ目じ、あの、いわゆる目尻と目の付け根のところにそれが見えます。そして顔のシワも、まあ、偶然なんでしょうけども、一致しています。 で、ここでですね、やや右の方にぼかしを入れてですね、そしてセピアカラーにしていますと、区別がつかなくなります。で、これはどういうふうに理解したらいいかってことですけども、これについてはもうすでに何度も申し上げてきましたので、まあ、ここではですね、まあ、本当にまあ、写真みたいだなという程度に思っていただければ嬉しいです。で、まあ、今度は口の方もちょっと精査しています。 で、口の周りですよね。で、左がレンブラントの絵で、右が実際の写真を、から切り抜いてきたものです。で、もうこう見てみますと、まあ、よく似てると言いますか、区別がつかないと思います。それで、色を落として、ややぼかして色を落としてみました。右の方ね、絵のようにややぼかして、そして色を落としてみました。で、顔のほっぺたなんですね。ここも、まあ、絵というよりは写真ですね。 で、まあ、ここ、この顔についてもですね、ややぼかして、あ右の方ですよ、ややぼかして、そして、色を落としてみました。そうしますと、この風合いと言いますかね、それが全く区別つかないということです。まあ、皆さんの歯とは判断ということになりますが、左の方はあのキャンバスの、まあ、布のようなものが、 こう、上に浮き出ている感じはしますね、まあ。その部分は除外して考えてください。影の付け方、それから影の、まあ、なっていますかね、風合いの出し方、全く同じだということですね。まあ、さらに、耳についても調べてみました、えー。耳というのは大変個人差の大きい、部位だそうですね。まあ、ともかくもこの、 まあ、形はもちろん違いますけども、えー、このままだとちょっと分かりにくいんですけども、やはり色を落として右をややぼかしてみました。そして比べてみますと、まあ、描き方のね、コンセプトが同じだということです。むしろ右の方がこう、絵のように見えますね。で、これは本当に絵なのかということです。で、大神寺さんのヒントが役に立ちました。瞳に映る光です。光には外からの光が反射しますよね。 その光です。で、その光を調べてみました。が、奇妙なことがわかりました。レンブラントの肖像画ではですね、光は向かってやや左上情上報から来ているということになりますね。瞳の中の、まあ、白い点を見ていただくとそれがわかります。で、右の、右上やや情報から来ていると。わかりますね。中心線色りやや右の上から来てますね。で、 ところがですね、顔全体に光はやや左上から来てるんですね。まあ、ここで矛盾しているわけです。で、私はですね、念のために石でできたボールにですね、光を当てて実験をしていました。まあ、その実験は、このすぐ後に皆さんにお見せしますが、ともかくも、このレンプラントの光の反射光を見ますと、えー、右上から来ているのがわかります。中心点からですね。そして、しかし、まあ、左の、まあ 絵を自画像を見ていただくとわかりますが、花の光を見ていただくとわかりますけれども、光はですね、えー、右ではなくて左上方から来ているのがわかります。そして花にはですね、二つの光があるのがわかりますね。この袖のところを見ていただきますと、光がどちらから来ているかよくわかりますね。袖の影が、えー、右の方にできているということは、光は左から来ているということになります。で、ところが目の方は、 右の上から来ていることになりますね。まあ、ここで矛盾が生ずるわけです。で、この、まあ、実験をしています。だこれはあの、石のボールにですね、光を当ててみました。まあ、角度はやや違いますけども、影の大きさでそれを判断してください。ここに光が映ってますね。ペンライトで光を当ててみました。そうしますと、影は右の方へ伸びて、そして、ま、反対側にできるわけですね。で、今度は、この影を見てください。やや高い位置から、光を当ててみました。 で、まあ、この時も光は右の方にできますね。反対側にできるということです。そしてこれはやや、まあ、今度は、左の下の方から光を当ててみましたが、えー、角度が低いと、ま、このようになるわけですね。で、まあ、これが眼球、いわゆる瞳だというふうに考えてください。で、今度は、ま、上から光を当ててみました。しますと影は下にできますけども、光の点が上にできますね。 このようにですね、光の点というのは、ちょっと影のできる方向とは逆の方向にできる。しかも正確に位置を示しているということになります。ここに注意してくださいね。で、えー、レンブラントの絵を見ますと、ここで矛盾が生じているわけですよね。あの、右の、ねえー、瞳で見ますと、えー、右上から光が来ていることになっていますけれども、実際の光は左の方から来ていますね。それは、今言いましたように袖の光を、えー、袖の影を見ると、それがよくわかっていただけると思います。 となると、本来なら、レンブラントの、まあ、瞳の絵の中には、この白い丸ですね。右上の白い丸のように、位置に、まあ、光の反射光が映ってなくてはいけないっていうことになるわけです。で、他の絵を調べていましたけども、レンブラントの絵というのは、そのあたりを正確に表現しているんですね。まあ、ちょっと小さい絵で見にくいかもしれませんけども、この女性の場合は、右上から光が来てますね。ですから、瞳に映る反射光は、まあ、こちらに書いてある、あの、来てるわけです。そして、光で影が反対側にできるわけですね。 これも、まあ、そうですね。この瞳の光に注意してください。この場合は、左上から光が来ていることがわかります。ですからか、影に矛盾はありませんね。で、この老人もそうなんですね。この瞳の中の反射光に注意してください。光は、左上から来ているということを示します。ですから、影は、右下の方にできていくわけです。まあ、このように、ま、他には割と正確に表現してあるんですけども、このレンブラントの自画像だけは、それが矛盾しているわけですね。光は、左上から来ているのに、瞳の光は右上から来ている。 ということですけども、この矛盾をどう考えるかですけども、まあそのヒントがですね、実は、このレンプラントの肖像画の中にありました。この鼻の下に注意してください。鼻の下にですね、特に影の濃いところがありますね。ここです。えー、向かここの丸の中ですね。この中に、まあ特に、あの、影の黒い部分があります。で、これは私はダブルシャドウだと判断しました。すなわち、影と影が合わさってできるより濃い影のことを言います。ダブルシャドウですね。 まあ、ということになりますと、このレンブラントの肖像画はですね、二つの光源から光が来ているということです。で、ダブルシャドウのちょっと簡単な説明をしますと、まあ、例えば一方から光を当てますと、当然影は一つできますよね。まあ、これはシングルシャドウですね。そして、この光源は、あの、 あの、光景が小さくて強い光のものだと考えられます。そ今度はもう一つ、今度左下から、右下からですね、左上に向かって光を当てますと、ここにダブルシャドウができます。二つの光を同時に当てたわけですね。そうしますと、影と影が寄りあさったところがですね、よ,まあ、より濃い影になるということです。これがダブルシャドウですね。で、二、まあ、つの光源から光が来た場合には、このようにダブルシャドウを作るということですよね。 まあ、二つのペンライトでこのダブルシャドウを作ってみましたで。そして先ほどのですね、これをひっくり返して、レンブラントの、まあ、鼻の下のダブルシャドウと比較しています。なぜこんな鼻の下にダブルシャドウができるかってことなんですよね。それは、レンブラントのこの肖像画家を描くときにですね、二つの方向から、二つの方向から光源が来ていたということになるわけです。 そして、あの、こう、あの、瞳の点を見ていただくとわかりますように、その光源というのは、極めて光景の小さい、もっと言えば、ペンライトのように、ような光源であることがわかります。まあ、例えば大きな窓を開けて描いたとか、そういうんじゃなくて、小さな、まあ、光源で強烈な光を放つ光源によって、まあ、この影が作られたということになるわけですね。で、この三角形のところが、ダブルシャドウということになります。となると、まあ、ここで大きなまた、謎が生まれるわけですね。 この絵が描かれたのは1620年ですからね。まあ、要するにもう一個この光を見てください。この瞳に映っている光、まあ、よく見ますと、二つこう光源が並んでいるように見えますね。いわゆるその、少なくとも窓だとか、あ外からの光を反射しているということではないんですよね。ここが重要なんです。しかも、白い光なんですね。皆さん、注意深くご覧ください。私もこれに気がつきませんでしたけども、今度、大真珠さんのメールで はたはと、ま、と言いますか。気がついたんですね。大変大きなヒントになりました。大石先生さんどうもありがとうございました。まあ、何気ないと言いますかね。えー、書き込みだったんですけども、私には大きなヒントとなりました。ごめんなさい。1640年ですね。20年と先ほど申し上げましたけど、上がですね、1820年にフィラメントが世界で初めて作られます。180年後のことですね。そして、ホワイトライトというのはその後、できてきたわけですね。ですから、レンプラントの時代にはもちろん電気はありませんでしたね。 えー、電気そのものがありませんでしたからね。そういう時代に、こうした光源を持った、まあ、二つのライトに照らされて、このレンブラントの絵は描かれている。なあち、描かれたのではなくて、いわゆる、まあ、写真技術によって作られたということになります。これが今日の私の結論ということになります。Uh, thank you very much for watching.And bye for now. 続くビデオ、またどうかご覧ください。 h e l l this is m e l e いう and ひろしはやし、Japan。レンブラント疑惑。写真技術で作られた絵画。今日もレンブラントの謎に迫ってみます。レンブラントです。レンブラントは、 写真技術を使って絵画を描き、そして現在でいう高度なプリンティング技術を使って印刷していました。今日はそれを証明いたします。まあ、これがレンブラントの描いた絵です。ミリリュウさんからこのようなメールが届きました。解剖の図を検証してほしいと。検証してみます。 ま、ここに死体も入れて9人の人が描かれています。が、その前にこの壁を明るくしますと、肉眼では見えませんけども、ここに文字が見えてきます。この部分ですね。1632年、レンブラントという署名があるのがわかります。なぜレンブラントはこんな署名を書いたのか。同じような手法でラファエロが絵を描いています。 肉眼では、ここに何が書いてあるかわかりません。この中心のところです。で、これを、明度を上げてみますと、ここに絵が浮かび上がってきます。これは森本としさんが発見なさいました。顔が浮かび上がってきましたね。まあ、このように、何らかの形と言いますかね。こうした形と言いますかね。えー、絵だとか文字を、 まあ、見えないように仕込んだというわけです。それはさとき、レムラントでを検証してみます。まあ、これが、レムラントの解剖の図だそうですけども、ここに8人の人が描かれています。プラス、死体ですね。で、これをカラーを落としますと、写真ということになります。これは、ブーグローのところで証明いたしました。 なぜカラーを落とすかというとですね、まあ、色がついていますと、その色の、まあ、なって言いますか、あの、色でですね、あの、絵というふうに、まあ、見えてしまうんですね。で、まあ、色を落としていますと、この陰影だけで、こうした絵が描かれているということがわかるわけです。なあち、陰影だけで描くってことは、まあ、要するに、写真なんですよね。輪郭のない絵という意味です。 まあ輪郭、線のないね、絵ということです。そういう意味で、カラーを落として、セピアカラーにしてみますと、より、まあなんて言いますか、これらの絵がですね、写真そのものであるということがわかるわけです。そしてこの、帽子を被った人物、レンブラント自身だと思いますけども、拡大していきます。どんどん拡大していきます。 これはランダムに選んだ点ですから、特に、まあ、あの、聖地に書かれた部分を選んだわけではありませんよ。皆さんご存知、まあ、ご覧になっている通りにですね、不必要なまでに聖地に書かれている,いるということに、皆さんもお気づきになると思います。眉毛の一本一本まで書かれてますね。で、 まあ、ミリリュウさんがおっしゃるにはですね、ここに描かれている人がですね、みんな同じ人物ではないかとおっしゃるんですね。まあ、ついでにこの髪の毛も拡大してみます。これもランダムに選んでみました。ここだけが特に聖地に描かれているというわけではありませんけれども、髪の毛が一本一本全部描かれてますね。同じような手法で描いたのが、ブーグローです。 ま、これは、あの、この後にビデオをくっつけておきますから、また、興味のある方はご覧になってください。で、色を落としてみますと、セピアカラーにしますと、やはり、こう、写真になるわけですね。まあ、これが、その、ま、2枚続けて書かれたんですけども、この2枚には全く同じなんです。しかし、ほんのわずかだけ動いてますね。口が、あの、動いています。 それを除けば全く同じなんですね。ということを皆さんに今お見せしているわけです。で、ブーグルの時代になりますと、簡単なカメラはありましたから、カメラを使って、写真を、技術を使っているっていうふうにまあ説明する人もいるみたいですね。あれそれは後から理由ですね。例えば、100年、200年経ってからですね。 えー、昭和の初めには電話があった。だからインターネットもあったはずだっていう考え方と同じなんですね。写真があったからといって、それを、その技術を使って絵を描くということは、またこれ別の問題だったということです。左がブーグロ、右がレンブラントですけど、同じように髪の毛が細いところまで一本一本描かれています。またその表現の仕方が酷似していますね。酷似しています。同じというわけじゃないですよ。もちろん違った絵ですから。しかし、 告示以上の告示しています。で、調べてみました。ミリルさんがおっしゃるように、これは同じモデルを変形させたものかどうかってことなんですね。それで、8人プラス1人の死体をこうしてあげて顔を比較してみました。確かに似てるんですね。で、最初私は鼻の形、それから、えぇ、ー、髭の形などに注目して、 分けてみました。しかし顔というのは、まあ似てるか似てないかということは、まあ見て判断するのが一番分かりやすいですね。このように角度が、あの、絵を描いたあの、向きが違いますからね。そして同じような顔をこうして集めてみました。で、中央の D とこの下絵はちょっとこう顔が合いませんでした。H も合いませんでしたけども、左右は同じような顔だということが分かりました。そしてさらに並べ直してみて、似てるもの同士を集めてみました。で、 一つ、ここで気がついたことがあるんですね。それは、目の色が同じだということなんです。で、まあ、こうして並べてみますと、左2列は大変よく似ています。特に赤い、赤と赤、黄色と黄色。この色のところですね。大変よく似てるということです。赤と赤はもう同じと見ていいですね。いわゆるデータの使い回し。これは、あの、ガンダーラの彫刻でも同じ手法が使われています。 あの、不正置な彫刻ね。あの、細かく。で、私は目に着目してみました。で、この色なんですね。色形に注意してください。で、イタリア人は、あの、目が黒いってよく言われますけども、それでも白人の社会ですから、根血も進んでますから、色々な目の色の人がいるわけですね。 で、私はここまでいたときに、8人がですね、同じ目の色をしていることに気がつきました。おかしいですね。で、並べ直してみますと、太平洋く似てるんですね。で、まあ、目の色と目の形で、まあ、あの、どれとどれが似ているかということを区別してみました。 あの、どの顔とどの顔が同じかということは、この細かい目,目のところを見るわかるわけですねで。赤と赤、黄色と黄色というふうに、まあ、ブルーとブルーは大変よく見てると。しかしこれでも決定的でありませんから、このビデオをご覧になってく,くださっている方も、これでは満足なさらないだろうと思います。そこで、いわゆる白人の顔の写真を集めてみました。これらはみんな写真です。写真です。絵ではありませんよ。そこに注意してくださいね。 絵ではありませんよ、これ。絵のように見えますがね。先ほど <laughs>、区別がつかなくなっちゃうんですね。レンブラント見て、ね、ブーグルを見ますと。しかしこれは写真です。そしてこの写真とレンブラントの顔と描いた絵と比べてみます。で、特に注意した、期待していただきたいのはこの赤と赤ですね。これ偶然私が左の方を選んだんですけども、 で、明度を上げて、そして、比較してみます。左は写真ですよ。写真ですよ。右はレンブラントの絵ですよ。絵ですよ。で、髪の毛、えー、っと、眉毛の表現、表現というか、写真と絵と見てください。目の付け根。全く同じですね。で、から、このラインもですね、目のアイラインも描いたものかなと思ったんですけど、写真でも同じように出るんですね。そして眼球の表現の仕方。 ま、写真は表現じゃありませんよ。これ、写真で撮ったんですから。まあ、これをどう皆さんが判断なさるかですけども、左は写真です。だったら右も写真じゃないんでしょうか常識的、皆さんのね、ベーシカルな常識に従って考えればそういうことになるのではないでしょうかあるいはこれ以上の証拠がどこにあるというのでしょうかあるいはど、どのように提示したらいいんでしょうかということでもなるわけですね。 目の色はかすかに違いますけれども、いわゆる左の写真と右のレンブラントの描いた絵画とが、ここまで一致するということなんです。言い換えますと、レンブラントのこの右の絵はですね、写真だということになるんです。同じように今度はブーグロの絵とも比べてみます。女の子の目ですね。拡大してみます。 ブーグロも写真技術を使って描いたと結論付けました。その目と比べてみてください。皆さんはどう判断なさいますかいやーレンブラントはやっぱり絵だとおっしゃいます、おっしゃるかもしれませんけども、それはまあね、わかりません。比べてみてください。 上がブーグローの絵です。下がレンブラントの絵です。ということになってますけども、もう絵ではありませんね。写真です。なあち、レンブラントの時代と、上から200年経ったブーグローの時代と、同じプリ,ンンプリンティングのテクノロジーを使って絵が描かれたということです。誰がこうした技術を指導し、技術を与えたかということも、次の問題になってくるわけですね。もちろん人間じゃありませんよ。人間はこんな技術を持っていませんでしたから。なあち、これらの、 絵はですね、ブーグローの絵も、それからレンブラントの絵も、さらにその昔の、えー、ダヴィンチの絵も、いわゆる写真技術を使って作られた絵だということになります。で、結論ですけれども、こうして、まあ、レンブラントの絵がありますが、カラーを落としてみますと、写真ですね。ただ、ブーグローもレンブラントも、あの、けんまあ、極めて、まあ、だ拡大してみますと、筆のタッチが見えるんですね、細かい。 言い換えますと、私たちが知らない未知のさらに高度なプリンティングテクノロジーを使っていたということにもなるわけです。現在ないからといって、それを否定することもできないということですよね。そして、レンブラントもブーグローもおびただしい数の絵を描いています。人間技ではないというほど早く、まあ、絵を描き上げたと言われています。ブーグローは、 50年間で1200枚の絵を描きました。1年1ヶ月に2枚というスピードです。あなたは今でもこれが絵だと思いますかで、一言付け加えますと、ここになぜレンブラントはわざわざ署名をしたかですね。理由は簡単なんです。自分で描いてないからです。同じことを ミケランジョロもやっていますね。これは二十数歳の時作ったペーター像です。で、ミケランジョロはですね、自分が作ったということをわざわざ、あの、いわゆる表示するために自分の名前をここに彫り込んでいます。帯のところですね。で、最後にもう一度この二つの目を比べてください。左は写真です。右はレンブラントの描いた絵です。 さらに検証すれば、もっと詳しいことがわかると思います。続いて、ブーグルの絵についての謎をご覧ください。Thank you very much for watching and see you. Bye.